皆さんこんにちは。ライフハックを探求するフリーランスのリンダマンです。この放送では毎日未来が楽になるライフハックの生き方術を軸にお金、SNS、自由になるマインド、子育てからの気づきなんかを発信しております。え今日のテーマは筋トレで人生がなぜ変わるのかということについてお届けしていきたいと思いますえ。僕自身はですね、筋トレを始めてもう4年以上がね、過ぎました。あのー もう人生の中で何回スポーツクラブやジムに契約したことかあのトータルワークアウトっていうね、まあ、月額10万ぐらい払っていくもう芸能人がいっぱいいるようなえそういったジムにも行きましたゴールドジムにも行きました、まあ、コナミも行ったしルネッサンスも行ったしまあもうメジャーどころはもう行きましたね全部だけど続かなかったんでしょうね まあどうか今振り返ったらお金払えばどうにかなるんじゃないかと思ったと思うんですよね。まあこれある意味高額なセミナーに行く人もそうですよね。30万払ったらお金を稼げるんじゃないかって思い込んじゃってる人いるけどお金を払ったで稼げないわけですよ。お金を払ってノウハウを買ってそれをスキルにしていかなきゃいけないまあ当時はそんな気持ちがあったのかもしれません。ただ今もうね5年目に突入してこんなに人生で継続して筋トレが続いたことが本当になかったんです。 しかも、本当に僕はね、筋トレでタイトルにもあるように人生がね、変わったんですよね。筋トレと人生なんて関係なさそうじゃないですか。でもね、本当に密接な関係があったので、今日はそのあたりを解説していきたいなと思うんです。まあ、僕はあのパーソナルトレーニングジムに行っていまして、あの自宅から自転車で2、3分のとこにあります。これね、筋トレをするときの結構僕の基本中の基本なんだけど、あまり遠いとこに行かない方がいいです。 雨で行きたくないとかなんか寒いから行きたくないって気持ちになりがちなんだけど、まあ、チャリで23分歩いて56分なのでまあまあ通えますよねまあ近いところを狙っていい自分に出会えたんですでまあまあねそのパーソナルトレーニングってねまあまあ金額高いんですよ1回1万ぐらい取られますから、まあ、だからなんかその1回僕ね人生でサボ,サボったっていうか休んだこと1回しかないと思うんですよ今回の筋トレの5年の中で。 まあそれはやっっぱりもったいないなんですよね、まあ、月,月額で払っていますんで、あのー、もったいないですよね毎月スマホが買えるぐらいのお金を払っているわけだから、まあ、本当に行かないともったいないわけですよあとは、ね、そのパーソナルトレーニングジムって、ね、後ろに例えばこうスクワットとかやるじゃないですか後ろにトレーナーが立ってるんですよ、まあ、僕なんかもうホームをだいぶ熟知してきてるんで、まあ、あんまりアドバイスもないんだけどただピタッと後ろにね立ってるんです。 まあ僕は鏡を見ながらやってるのでトレーナーがまあ見えるわけですが見られてるって意識だけで背中を丸められないしなんかサボれない、まあ、ある意味あの強制力をお金を払って買いに行ってる気がするんですよねうんだからもうお金を払ってるからもったいないし,しねやっぱりライザップさんが何であんなにみんな結果が出るかっていうとやっぱりお金を払ってるとはすごい重要なキーワードじゃないかなと思いますでまあ今日タイトルにもあるようになぜ筋トレで人生が変わるかというと 一人でねジムに通ったりしていると、まあ、トレーナーなんかつきませんから、まあ、例えばその、えー、ダンベルプレスなんかをやっていてももう無理って言ってすぐ諦めちゃうんだけど何せパーソナルトレーニングっていうのは補助が入りますから持てなくてもちょっっと持ってくれたりすするわけですもう本当は上がらないんだけど少し2 3キロの力で持ってくれてるからちょっと上がるんですよね。 でもう10回でも無理ってとこからあと3回とか言われて、まあ、限界を突破させられるんだけどこの限界を突破した領域で筋肉量っていうのはグッて上がったりパンプアップって言って胸がドーンってでかくなったりするんですよねでも今まで僕はねこれをね諦めてたんです結局筋トレをすることによってもうこの辺が俺の筋肉量の限界だなっていうところでいつも立ち止まってたんですがそれを超えていかなきゃいけないし超えていく楽しさを知ってしまうわけですよ。 この筋トレで限界を突破していくっていうこのサイクルこのマインドがなんと人生に思いっきり活用できるようになってきたんですよね今まで諦めてたことを諦めなかったり自分の限界を突破するっていうなんか思考パターンが生まれていくんですなんかね筋トレで僕は一番気づきがあったのはそこかもしれませんねまあついた力もたくさんあります まあ一番はやっぱ継続力ですかねこれって継続する力がないともう雷が鳴ってるとか台風だとかお腹が痛いとか諦めるる理由なんんか山盛りあるんですよでもやっぱりこう自分に課せたなんてこうコミットして決めた約束を守っていくその筋トレをちゃんと同じペースで通い続けるっていうまあその継続力がやっぱり仕事とか自分のスキルアップにも大きくつながってきてプライベートにも大きくつながってきてます。 筋トレをやり始めてから洗い物をちゃんとしたりとかなんか部屋を片付けるっていう力が本当についてきたなと思うんですよね、まあ、僕は本当だらしないからポチャポチャした体型だったのであの本当にそういう力がつきました、まあ、それと同時にタイムマネジメントをする力もつきますねやっぱりもう毎週その時間をブロックしますから、まあ、トレーニングは1時間ぐらいですが前後もやっぱり30分ぐらい時間を取るわけですよ まあストレッチもしますし移動もしますのでそうすると約2時間ぐらい24時間の2時間ってまあまあな時間じゃないですかこれを定期的に取るっていうのはまあ時間的なゆとりや豊かさっていうのがないとなかなかできないですよねまあ筋トレを通じて僕はタイムマネジメント能力もつきましたあとはお金の優先順位ですかね例えば5万円ってお金があったらまあゲームを買ったりとかお酒を飲んだりとかなんか洋服を買ったりっていう5万円の使い方もあるけど 体に投資をするっていうのはまあまあ本来は優先順位がそんなに高くなかったです僕はでもその自分の体とか自分の健康とか自分の未来そこに投資ができるような考え方になれたっていうのもすごく筋トレで培った能力じゃないかなと思いますあの筋トレで学んだことが本当に多くてですね僕は人生が本当に変わったなとこれはもうあの課題広告じゃないですよ本当にそう思いました ぜひ皆さんも何かしらね、ジムに通う通わない場置いといて、まあ、ジョギングでもいいし、ウォーキングでもいいし、なんか、えー、その、町がやってるような、ジムもあるじゃないですか、300円ぐらいで行けるようなとこも。まあ、そういうとこでもいいんで、ぜひね、ワークアウト始めてみませんか ?YouTube 見ながらでもいいじゃないですか。あの、筋トレは人生を変えてくれますので、ぜひワークアウトを始めて、最高な人生、最高なライハックをしていってください。1日30円で学べるオンラインサロン、ライハック研究所。 1>, 1年後の未来をより良くするための動画や音声コンテンツを配信していて過去配信したコンテンツも全て視聴可能となっておりますぜひこちらもご活用くださいそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまったね